こんにちは、佐々木です。本日はラクマ。セブンイレブンからの簡単ラクマパックの発送方法を大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。今回ですね、ラクマからついにセブンイレブンから商品の発送することがね、できるようになりました。その方法ですね、私は実際にやってきましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずですね、こちら側見ていただくんですけど、はい。ラクマでですね、商品を発送するときの画面なんですよね。まあ、こういった風にですね、セブンイレブンを選択していただくようになります。で、こちらはですね、クレカ大和の発送になります。これをぜひね、参考にしていただければいいかと思います。はい。で、次なんですね。はい。お店に行きましてですね、カウンターに行きまして、こういった風にですね、バーコードに、ね、スキャンしていただくようになりますね。はい。まあ、これをですね、お願いして、これをね、必ずやっていただければと思います。はい。その次なんですけど、画面にですね、こういった画面が出てきます。はい。で、確認していただければですね。はい。で、これタッチしていただければいいかと思います。はい。で、その次なんですよね。これですね。こういった画面が出てきますので、まあ、これで、OK ですね。OK をしていただければ、大丈夫です。はい。その後ですね、こういった風にですね、バーコードが出てきます。で、これお店の人がですね、から渡されますので、これがクレネカウントですね、封筒になりますので、まあ、これを3つをですね、使っていただくようになります。はい。で、この1枚ですね、短いのをですね、商品と一緒に貼り付けていただきまして、で発送していただくようになります。はい。で、これで OK ですね。で、最後に、まあ、これなんですけど、この長いのはですね、領収書みたいな、配送の証明書ですね。これいただくようになりますので、これで終了となります。はい。非常にですね、簡単なので、ぜひね、試していただければいいかと思います。以上です。はい。今回の動画は以上となります。あとですね、チャンネル登録お願いします。悩み質問等ありましたら、LINE アット登録によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。